撃放送局。獨協大学管弦楽団第45回定期演奏会2013年12月25日開演が19時からとなります。会場はティアラ高等という最寄り駅が住吉ですね。有名なプログラムをご用意しましたので、ぜひお越しくださいませ。ちょうどあの半蔵門線で、はい、一本で行けます。そしてここが入場無料です。入場無料で、皆さんに楽しんでいただけるということで、あの服装などこだわらずに、はい、皆さんで気軽に、ご家族とかで行っていただいて、もちろんです。ご家族でどうぞということですので、皆さんぜひ足を運んでいただければと思います。ちょっとクリスマスですので、ね、はいはい、私たちも楽しみにしたいと思います。皆様こんにちは。本日は獨協大学管弦楽団ミニコンサートにご来場くださりまして誠にありがとうございます。はじめにステージの設営の都合上、上手より進行を務めますことをお詫び申し上げます。本日の司会を務めさせていただきます、獨協大学放送研究会の田中理沙と申します。よろしくお願いいたします。それでは上演中の諸注意についてご説明させていただきます。演奏中は他のお客様のご迷惑となりますので、携帯電話は電源を切る、サイレントモードに設定をするなど音の鳴らないようお願いいたします。上演中の撮影行為につきましては、フラッシュ等の光源のご使用をお控えください。さて本日のコンサートは、日頃より当楽団の活動にご理解を示してくださる地域の皆様のために開催させていただきました。また本日はクラシックの初心者の方にも楽しんでいただけるよう、有名なプログラムをご用意させていただきました。最後までごゆっくりお楽しみください。それでは最初の曲に移らせていただきます。第1部としまして、シベリウス作曲交響詩フィンランディアとドボルジャーク作曲スラブ舞曲第8番を演奏させていただきます。最初にお送りする交響詩フィンランディアは、曲名の通り舞台はフィンランドにあり、作曲者のシベリウス自身もフィンランド出身であります。金管の低音の重々しい響きから始まり、木管と弦楽器の流れるような旋律が奏でられ、最後は力強く終結します。次にお送りするスラブ舞曲第8番は、8曲からなるスラブ舞曲第1週の最後の曲です。主題が何度も繰り返される中で、木管楽器による流れる旋律が浮かび、曲集の最後にふさわしい壮麗な曲となっております。また第1部は文教大学管弦楽団とのコラボレーションにてお送りいたします。文教大学管弦楽団は12月21日土曜日、埼玉会館にて第28回定期演奏会を開催いたします。曲目はドボルジャーク作曲交響曲第8番など豪華なプログラムとなっております。当日はどうぞ足をお運びください。それでは大迫力の演奏をお楽しみください。シベリウス作曲交響詩フィンランディア、ドボルジャーク作曲スラブ舞曲第8番、2曲続けてお送りいたします。指揮は当楽団常任指揮者西脇秀治です。
もいよいよフィナーレが近づいてまいりました。最後にお送りする曲はベートーベン作曲交響曲第5番運命第一楽章です。この曲も耳にしたことがある方は多いのではないのでしょうか。本日は4楽章からなるうちの一番有名な第一楽章のみを演奏いたします。その有名なフレーズはこの曲の中で様々な楽器によって何度も繰り返されます。終盤へ向かうにつれて増していく勢いをお楽しみいただければと思います。なお当楽団は12月25日水曜日にティアラ高等にて第45回定期演奏会を開催いたします。部員一同本番に向けてより一層練習に熱を入れているところです。こちらにも足をお運びいただければ幸いです。それでは本日最後の曲となります、ベートーベン作曲交響曲第5番運命より第1楽章をお送りします。指揮は同じく西脇秀春です。Thank you.
場をもちまして本日のプログラムはすべて終了となります。ご来場誠にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。ただいま素晴らしいコンサートを私たちも弾かせていただきました。それでは、今日こちらの取材のお声掛けいただきましたこちら、独協大学管弦楽団学生指揮者の佐藤さんより、本日のコンサートのことと、本日ね指揮をしていただいた先生をご紹介いただければと思います。はい、それでは佐藤さんよろしくお願いします。はい、ただいまご紹介に預かりました学生指揮者の佐藤です。本日の演奏会、ありがとうございます。はい、本日の演奏会は当初地域のお客様向けにですね100名程度のご来場を見込んで席を作っていたんですが、蓋を開けてみると今日220名のご来場をいただきまして、本当に地域のお客様に喜んでいただけたようでとても嬉しかったです。で私どもの楽団12月の25日に定期演奏会がありまして、今日の演奏会でも指揮をしていただいた西脇先生と共にこの演奏会をまた作っていく予定です。で今日は西脇先生もご紹介させていただきたいと思います。先生お願いします。よろしくお願いします。はい、当楽団の常任指揮者でオーガン監督を やっていただいております西脇秀治先生です。本日は市民の皆さん、ご年配の方とか、お若い方皆さんすごく楽しみにしていらしたということ で、はい、先ほども笑われまして佐藤さんがねこういう素晴らしいコンサートありがとうございましたというふうに、市民の方からお話があったんですけれども、指導されている先生としましては、聞きに来てくださった皆さんと、そして今日頑張った学生さんにちょっと一言お願いできればと思います。そうですね、まさに今日の趣旨っていうのは、やっぱり地域の方で実際この場所ですと、やっぱり都内に例えばプロのコンサートとか聴くに行くのは大変ということもあって、せっかくこの東京大学の中にオーケストラがあるということで、それをプロと演奏を同じではないですけれども、でもみんな頑張って、例えば今日お聴きいただいたようにクオリティで演奏しますので、それで大学のことも知っていただきたいということで、今回企画しました。でその方々がまた我々の定期演奏会に足を運んでいただければ、さらにいいなということで、なかなかコンサートホールまで足を運ばれるというと、先生がおっしゃったように、意外とコンサートというのは、敷居が高くてですね、きちんと清掃して、それはもう100年前ぐらいの話ですから今は普通にもそうですか、そもそも敷居もないですから、そういった意味でこう入りやすいように入場無料であったりとかっていう工夫を凝らしてやっていったりとか、こういう有名な曲を私たちもこう用意してぜひ来ていただきたいということでやらせていただいております。すごくね、おじいちゃまとかおばあちゃまとか、ご近所の方が歩いてこられたということで、皆さんすごく楽しみにしていらっしゃる、というかそれが理想ですよね。それ、ヨーロッパやなんかもすべてそうですけれども、やっぱり住んでる地域の歩いていけるところにコンサートホールがあって、そこ の地域のプロオーケストラがあって、要するにサッカーや野球と同じシステムになってます。なるほど、あと市民とオーケストラが近い、敷居が高いって言いましたけど、あれはもう都市伝説で、そうなんですか、だからなんかちょっとおかしなあれがあると笑ってくださって、それでいいんです。音楽をそこで CC なんていうのは、あれは漫画の世界なので、ぜひそういう機会にしていただければと思いまして、今後とも来年もぜひ紅葉のような演奏会をまた催したいと思っておりますので、先生から今日頑張った学生さんにぜひ一言。この後12月に、定期があって、実際は忙しいんですけれども、以前にやった曲とかこう集めまして、なるべく練習時間を短縮して今日に間に合わせるようにして今日演奏したんですけれども、それを今までちょっと忘れずにこっちの思い通りの演奏してくれたので、頑張って、
感謝しています。はい、ありがとうございました。